うざし。朝だす。ママこしゃするす。何こへようかな。簡単なやつ。皆さんこんばんは。今日は最近話題の自分をオロチマルと信じてやまない一般男性が料理を食らって優勝していく動画をパクじゃない、インスパイアして、自分をオロチマルと信じてやまない一般男性と信じてやまない秋田県民がちょっと真似してみたらそこそこ寄せれたので自己満足に浸って、アルノで作った朝食を魚に優勝していくという旨の動画を撮影してみたわよ。もう DJ やってる社長さんよりは真面目に修行したわよ。修行のしすぎで知り合いと喋ってた時語尾がわよになって恥をかいたわ。やだ恥ずかしい、やだ。普段料理はしないから会話で時間を占有じゃしゅ。わかめスープ、スクランブルしすぎのハムエッグ、チンしたご飯、焼き鳥の缶詰。ハムエッグにはペッパー&ソルトを肘に当てて。千鋭ジャッシュ。やだ、袖に塩コショウ。やだ。地味に早起きして寝ぼけてたから、優勝するのに必要なコーラを用意するのを忘れちゃったわ。わかめスープだけじゃ準優勝ってところかしら。ほかほかのご飯に定番の焼き鳥缶を千鋭ジャッシュ。安定のうまさね。うますぎて馬になっちゃったわ。朝食はこれぐらい適当な感じの方がいいわね。でもこのハムエッグ、本当は目玉焼きの方が映えると思ってたけど、この一般人調子に乗って片手で卵を割っちゃったもんだから、君が影分身しちゃったの。それをごまかすために目玉焼きを螺旋岩でズタズタにしてあげたってわけ。締めの江戸伝までまだ少し時間があるみたいだから、今日の秋田弁を一つ紹介してあげる。今日はわかめスープだけど、お味噌汁のことを秋田弁ではおずげっこって言うらしいわよ。感触からの、はい、江戸伝。